キリト。アリスか。どうしたんだこんな時間に。少し失礼します。おいおい、まさかここで寝るつもりなのか。向こうに女性陣のベッドも。彼女たちには申し訳ないけれど、まだ完全に信用するわけにはいきません。いえ、アリスは本来別の世界の住人なんだよな。それが何らかの原因でこの世界に来てしまった。それも仕方がないか。アリスの気持ちもわかるよ。でも、だとしたら俺はいいのか。他の人よりはいくらか信用できます。それともお前は私の寝込みを襲うような人間なのですか。まさかそんなことはしないさ。女の子の寝込みを襲うなんて、そんな。だったらいいのです。何をそんなに焦っているのですか。焦ってなんかいないって。それよりまたアリスに会えるなんて思わなかったよ。ええ、私が自分の世界に帰ることができていれば、こうして会うこともなかったでしょうね。私は本当に元の世界に帰れるのでしょうか。そう落ち込むなって。きっと大丈夫、なんとかなるよ。それまでは俺と仲間がサポートするよ。こうして再会できたのも何かの運命だと思うし。運命ですか。確かにそうかもしれない。別の世界に来たのにこうして出会うなんて。何を言っているのですか。いきなり大声を出すなよ。びっくりするじゃないか。私とこの男が運命で。いえ、そんなことはありえません。私は聖号騎士アリス・シンセシス・サーティ。他の世界の男など。おい、何をブツブツ言ってるんだ。何でもありません。さあもう寝ましょう。明日も一日元の世界へ戻る方法を探さなければなりませんから。ああ、よかったら俺も手伝うよ。ええ、よろしくお願いします。